皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。本日はナンバーズ4の予想をまたやっていこうかなと思います。まあ、前回は外れで、前々回も外れとね、この独自予想が全く当たらないでおなじみなんですけど、まあ、今回はものすごい助っ人がいますね。ものすごい助っ人がいるので、もしかしたら今日はいけるんじゃないかなと思います。で、まずは最初にいつも通り当たらない独自予想をしていこうと思いますね。これ書いたんですけど、これが5日前の当選番号、4日前、3日前、2日前で昨日という形になっていて、で、ここ過去5回に出た数字、1だったら1回、2だったらこことこ2回で、3だったら1、2、3、4回っていう風に過去5回に出た数をここに書いてあります。で、ざっと、まあ、流れを見ると、この日3380で、まあ、この3が次の日にも来て、8も次の日にも来ましたよと。で、ここは重なってる数字、被ってる数字が1個もないと。で、この日は0が出ましたよと。で、この日は2が出ましたよと。なってるので、まあ、この流れでいくと、この4298の中から、まあ、1つか2つは、まあ、今日の当選数字の中に出てくるんじゃないかなと。いうのと、あとこれ前回ちょっとやってみて、だと別の日にもちょっと自分で一回やってみたんですけど、この多く出てる数字が結構来やすいっていうのがあるんですよ。なのでちょっと書きますね。この4298で多い数字が0と3と、はい、ということで、まあ、4298、昨日の数字のうち、まあ、どれかしら1個か2個は来るんじゃないかっていうのと、この過去5日間で一番多い4回出てる数字0と3、この数字どっちかは今日入ってくるんじゃないかということで、そう考えると、まあ、04なんとかとか、02なんとかとか、09なんとか、08なんとかとか、あと34なんとかとか、32いくつ、39いくつ、38いくつっていうのが、まあ、当選番号になるんじゃないかなと思います。で、ここで、助っ人に登場してもらいたいと思います。ちょっとカメラ切り替えます。はい、本日のゲスト、ナンバーズパラダイスさんです。ね。これはスーパーファミコンで1996年になってたかな、今。に発売されたナンバーズの予想ソフトとなってます。今日はこのソフトを使って、まあ、予想をしていって、で、プラスさっきの数字を当てはめていけば、かなりの精度になるんじゃないかと。ね、まあ、勝手に思ってます。はい。じゃあちょっとね、予想の方していきます。これね、予想すごいシンプルで、ナンバーズ4。まずは、前々回の数字を入れてくださいと。だからこれ前々回2030なので、2030。で、前回が4298。4298。はい、もうこれで OK です。じゃあ行きます。はい、2370。はい、2370と。で、0237 1237、2373 2374 2475 2476 2477 2478
2479-2170-2171-22-2173-2742-2173-2174-2075-2076-2077-2078-2079と、かなりちょっとね、数字多いんですけど、はい。これが予想数字になります。一旦今の数字、ちょっと書いていきますね。はい、書きました。で、まず、さっきの数が多かった0と3が入ってくるんじゃないかっていう予想がまずあるので、0と3がないやつを消していきます。これが入ってない。これね。これ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 。かな？これで合ってるかな？はい。これ全部買っちゃうとこれ20点あったので、で、0と3で、で、昨日の数字、4298が入ってないのを消していきます。これ2が入ってる。これ全部入ってる。全部入ってる。あ、全部入ってる、これ。はい。ということで、そうすると、11点。はい。になります。全部入ってました。そうすると、まあ、これ全部買ってもいいんですけど、外れた時に悲しいので、こっからはもう完全に運でいきたいと思います。ね。はい、じゃあもう完全に勘ですけど、じゃあ、これが一番メイン出てきた番号なので、これを買います。で、じゃあこの辺買います。で、これ、これ、これと。ね。この5点を買っていこうかなと思います。まあ、こっちが来ちゃったらもうしょうがないっていうね。運が悪いっていう話にはなるんで。で、この辺がもし出たら、まあ、悲しいなっていう感じですかね。はい。ということで、今回は、じゃもう一回これだけ最後書いてきます。はい、書きました。まあ、さっきのこの、丸下数字をここに書いただけなんですけど、2370-2374-2170-2076-2078。この5点で勝負しようかなと思います。ね、当たったら、あ、で、今回も、セットで買っていこうと思います。まずストレートっていうのは、この数字が全部、並び順も全部当たってたらストレート。これがだいたい100万円前後の当選金になります。で、この順番、例えば、3702とかでも、ボックスで買えば、まあ、これでも当選になります。数字が4つとも全部合ってるっていうことで。ただ、それだと、当選金額が3万から5万ぐらい。一気に下がっちゃいます。で、セットっていうので買うと、ストレートで当たったら、ストレートの半分がもらえますし、そのボックスで当たれば、ボックスの半分がもらえるっていう形になるので、今回もセットで買っていこうと思います。ね。で、もしこれストレート当たれば、まあ、ストレートの半分、それでもま、50万円前後になるので、当たったら、なんかA さんと、焼肉のすごいいいやつでも食べに行こうかなと思います。ね。はい、ということで、今回は、ナンバーズパラダイスの力を借りて、予想の方してみました。当たるかどうかわかんないですけど、で、また、改めて、予想の方、していこうと思いますし、当たったら、この次は、まあ、ロト6。で、ロト6当たったら、ロト7と、バージョンアップしていこうと思いますので、よかったら、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。今回は、ありがとうございました。